はい、どうも、直木です。えー、今回なんですが、うちの大学でコロナが、ね、出たっていう話をし、ね、ていきたいと思います。確かあれは7月の下旬くらいですかね。まあ、ちょうどね、まあ、テスト1週間前だったんですが、うちの大学のホームページでそのコロナが出、ね、ましたっていうね、そメールがあったんですが、これ見て今思ったことは、まあ、やっぱりね、そのコロナってまあ怖いですよね。やっぱりね、コロナの収束の目だがね、まだわ,わからないわけで、い、ま、ず、あ、れもね、自分が感染してしまうではないかとね、 まあ思いましてやっぱりね,いつねいつ、いつなっても実はおかしくありませんから、やっぱりね、その一人一人がね、そのまあ、健康管理をしていかないと、まあ、ダメっていうわけで、今、我々にね、まあ、できることは、まあ、手洗い,をうがいとか、まあ、消毒とか、あとはまあマスクですよね、マスクも着用必須、であとはまあソーシャルディスタンス、2メートル以上のソーシャルディスタンスを保つ、でそして不要不急の外出を控える。 まあこれがね、チもね、大事なのではないかとね、まあ、思いました。やっぱりもう、さっきも言ってますが、いつね、まあ、なってもね、もうおかしくありませんから、やっぱりそこはね、一人一人がね、まあ、注意していかないといけないなと思いました。うん。まあ、コロナね、本当にまあ怖いですから、まあ、注意してね、今、行きたいと思います。はい。えー、というわけで、今回は、えー、うちの大学でコロナが出たっていうね、話をね、もうしていきました。皆さんね、本当にコロナね、今、まあ、気をつけていきましょう。はい。 えーというわけで、えー再、チャンネル登録、えー、高評価、あとはコメントをね、ぜひね、お願いします。それでは、えー、じゃあね。